夏アニメの円盤売り上げ教えます。ということで今回なんですけど、前期2023年夏アニメの円盤売り上げが出揃ってきたということで、こちらランキング形式で見ていきたいと思います。今回の円盤売り上げランキングもめちゃくちゃ面白い結果となっていました。それでは早速見ていきましょう。まずは夏アニメで一番売れた作品から、呪術廻戦第2期、こちら初動円盤売り上げが約 2.6 万枚となります。いやこの結果やばいですね。いや呪術廻戦ダントツで爆売れの結果となっています。これ相当すごくて、呪術廻戦第1期の初動円盤売り上げが約 2.2 万枚というところで、これを超えてきたということ、まあ、これがまずすごいというところで、そして今年のアニメの中で一番売れている、そんな数値となっています。ちなみに超大豊作だった去年の円盤派遣作品と比較していくと、リコイスリコイル、こちらが初動円盤売り上げ約 2.3 万枚で、それ以降は3万枚、没落、こちらの初動売り上げが約 1.7 万枚で、それ以降は 2.6 万枚。この数値が近年の中でも相当すごいんですが、それを呪術廻戦が超えてきたということで、いやさすがジャンプの看板作品といったところでしょうか。続いて残りの作品の円盤売り上げのランキング見ていきましょう。こちらですとドン。このラインナップで特筆すべきは現実の羽、こちらが約9000枚超え、まあ、現状夏アニメの中と2番目の売り上げですが、ラブライブシリーズでいうと1万枚超えは当たり前なんで、まあ、スピンオフ作品という理由もあると思うんですが、1万枚割るっていうのはかなり売れてない方ですかね。そして続いて無色転生第2期、こちらが約2800枚ということで、1期の方は4000枚から5000枚の売り上げあったんで、まあ、どの作品も1期よりも円盤が売れないというのは当たり前ですが、まあ、3000枚届かない結果となりました。いやこれはもっと売れてもいいんじゃないかなと思うくらい、作品の面白さは盛り上がりと売り上げの方が釣り合ってない感じなんですけど、いやこれはちょっと残念な結果となりましたね。まあ、最近のラノベ原作の作品だと、まあ、結構売れてる方ではあるんですが、まあ、無色転生は期待値も込めてね5000枚超えてきてほしいなと、まあ、個人的には思っていたんで、まあ、ちょっと残念な結果となりました。であと他なんですが、1000枚超えがこの3作品、ホリミアピース、ライザナトレ、できるのかは興味を打つ、こちらの3作品となりました。まあ、これらの3作品、ホリミアピースとライザナトレなんかに関しましては、まあ、1000枚超えても全然驚かないレベル、そしてできるのかは興味を打つ、こちらが1000枚超えたのは個人的に嬉しかったですね。まあ、前の春アニメで言うと、江戸前エルフくらいの売り上げ的な感じでしょうか。まあ、それ以外の作品に関しましては1000枚以下というところで、数値も出てない作品があるという感じになります。まあ、やっぱりこういった円盤売り上げの動画のコメントでは、今は配信の時代だから、これは参考になる仕様にはならないという意見や、こんな結果だから最近のアニメは不作だ、ダメだ、みたいな意見もあって、一部の作品を見るともちろんその通りでもあったりはするんですが、この円盤売り上げという仕様は、今でも参考になる数値ではあります。やっぱり売れる作品は今でもね、しっかりと売れるんで、まあ、参考の数値的には、今までだと5000枚いけばね、かなりいい感じで、1万枚超えは相当すごいといった指標でしたが、今の配信の時代として見ると、1万枚超えは社会現象クラスで、5000枚超えは今までの1万枚超えクラスの凄さかなと思います。で、3000枚は今までの時代の5000枚超えと思ってください。で、数千枚売れてる作品に関してはそこそこ売れてる、まあ、そんなレベル感ですね。アニメ業界も少しずつ時代が変わってきて、まあ、いろいろと盛り上がりやとか、売り上げの仕様は変わってるんですけど、現状円盤売り上げの数値の指標としてはこんな感じかなと思います。以上が前期夏アニメの円盤売り上げとなりました。皆さんの感想などもコメントを教えてください。この動画を見ればチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回のご視聴、バイバイ。